じゃあ行くぞ。よし、アトロック。なんだってこんなことになってんだよ、コウシ。面白すぎるぞ。まずはナンバーフォー。ナンバーフォー、アップとは違うぞ、奥村少年。いい音鳴らしてくれるじゃねえか。柔らかいキャッチングするよな。キャッチボールの時と勢いが全然違う。じゃあ次ナンバー2、シュート回転で沈むツーシーム、いくぞ。俺も一発でアジャストした。もう少しいけるか、沢村。ナンバー7、カットボール回。集中しろよ、奥村。ここから難易度が跳ね上がるぞ。えぐるように。お前だけじゃないんだよ、古谷。こいつも今ものすごいスピードで成長してるぞ。先攻青銅高校、高校一大三高でいいですね。沢村、お前もそろそろ。いやいやいや、古谷がいつやらかすか分かりませんからね。三高、前の試合とメンバー同じ？はい、打順も変わってません。明日の先発は古谷、川上、沢村はいつも通り準備を早め。任された。まだ早いよ。選手一丸となって点を奪いに行く執念。春季東京都大会準決勝第1試合、一大三高対青銅高校の試合が始まります。守りにつきます一大三高のピッチャーは天久君、宮本。両チームともに戦力を温存せずフルメンバーですね。表青銅高校の攻撃は1番ショート倉持君。そこまで大したバッターじゃないでしょう。2番センター東条くん。青銅高校いきなり先制のチャンス。まだ安定していない立ち上がり、甘い球が来れば。ボール、ボール、ボール。際どいコースもボール。これでスリーボール。これは天久君も投げづらい。ああ、結局フォアボール。こういうことができる選手のいるチームは強い。4番キャッチャー三幸君。アウトコース、ストライク。ボール。1球目も外れ、カウント2ボール1ストライク。知らず、ここで初球攻撃。すっごい入ろう。制球が定まりません、青銅エース古谷。この立ち上がり天下より悪くねえか。古谷、しっかり腕振れ。どれだけランナーを出そうとここで断ち切れば問題。初球打ち。しかしセンター登場の足が止まる。青銅高校初回一大三高の攻撃をなんとか0点で切り抜けました。天下さんの調子が上がる前に。ああ、初回以降もランナーを背負うピッチングが続く。両チームの堅い守備が投手を助け、初回から見極めができてたスライダーに手が出始めたな。つうかさ、この男。バレー！バッターアウト。7番レフト結城くん。中身は駆け引きもクソもない。負けに食いつくブンブン丸。ショート足立が掴んで3アウト。この試合初めての三者凡退。じゃあ来てんじゃね。古谷もそろそろ頼むぜ。この回変化球多いな。
ここまでよく0点に押す。オールフォア。スタートを切っていたランナーは一気にホームへ。5回裏、聖堂のエース古谷、6番足立のタイムリーで1点を失い、俺ごとき広い外野を白球が無情に転がる。二塁ランナーホームエースのバットが試合をひっくり返しました。エラーが絡んだとはいえ3失点、これ以上の失点は避けたい聖堂高校。俺にできるのは信じてやること。ボール、ボール、ボール。9番バッターだぞ。どうした古谷。メイさん、そろそろ。何やってんだよ。片岡監督、これ以上の失点は試合が決まりかねませんよ。オール、フォア、ミユキ。ここで聖堂ベンチが動く。聖堂高校、選手の交代をお知らせします。8番、ピッチャー、沢村君。これも大きな経験、無駄にするなよ。求めているのは全球勝負できる球、目の前のバッターを打ち取る。トリック。俺は俺を全うする。ファール。さあここからどう詰める。思い通りにはさせない。どんな球にも食らいつい。インコースストレート、見逃し三振。4番星田にストレート3球勝負。バッター集中。止めるぞ。ツーアウト。トリーク。ボール。思ってた以上にヤバい。バッターアウト。チームのピンチを救う完璧なリリーフ、もう沢村へ。お前に助けられた。すまん、よく抑えてくれた。まだまだ試合はこれからっすよ、ボス。くそ、なんだこれ。エースと控えピッチャーの差。エースはそこまで信じてもらえるのか。しゃあ。すかさず二塁へ。なぜか自分のスタンドから驚きの声が。ファール。ここもスライダー。お前ならできる。絶対送ってやるからな。フリーバント失敗。セカンドランナー二塁から動けず、ワンアウトランナー二塁。ここから聖堂上位打線に。こいや、オラオタフク。ストレイク。バッター。あのピッチャーに代わって試合のテンポ上がったよな。俺はみゆき先輩のリードを信じます。6回に続き、この回も三者凡退。ナイスボール沢村。よっしゃ沢村。これもボール、外れた。見逃し三振。選抜ベスト8、この春甲子園で注目を浴びた聖堂高校の前に立ちはだ。最後はレフトフライで試合終了。ライバル対決を制したのは一大三高。エース天久、142球の熱投で決勝進出。いや、やっぱエースの古谷がしっかりしないと。悪い一年、運び出すだけ先に頼む。はい、早く帰って体動かして。
見てるだけじゃね。あのボールに興味を持つのはわかる。自分たちが任した相手にあれはない。失礼すぎる。お前それ何に対する怒りだよ。系統の遅れは片岡監督自ら認めてましたね。これまで通り早めの系統で戦っていたら試合の展開も違っていたかも。選抜のピッチングを期待して。エースへのこだわりが強い人なのは間違いない。全国を知るということは新たな目標が生まれるという。熾烈極めるこの激戦区を制してこそ。